にちは、アスリート栄養チャンネルの北美です。こんにちは。今日はですね、身長について改めて皆さんに見返してほしいことがあるんですよ。そちらをねお話していきたいと思います。身長って皆さん何センチ伸ばしたいんですかね。半年で11センチ伸びましたとか、2年で20何センチ伸びました、150センチから180センチまで伸びました、高校生で諦めていた選手が1ヶ月で 2.5 センチ伸びたんです、そんなお話がねよくできてくるんですけれども、じゃあ皆さん一体どれぐらい伸ばしたいですかね。で、成長期ってもう戻ってこないんですよ。だからこそ今どれぐらい伸ばしたいかによっても、伸ばしたい目標値によって今やらないといけないことがね変わってくるんですよ。それこそ選手たちで言うと、オリンピック選手になりたい、プロでなりたい、世界で活躍したい選手と、今年引退するんだ、そういった選手においてもやることが大きく異なってきます。どっちがいい悪いとかではないです。どっちも素晴らしい夢だと思うし、素敵だと思うんです。だけれどもここにね身長が乗っかってきますよね。目指す方向性がある中で、じゃあ身長はこれぐらいにしたい、180にしたいのか170にしたいのかとかありますよね。その目標値が決まってくると、現在やらないといけないスピード感が変わってくるわけですよね。いつまでにこうしておこうが決まってきます。なのでぜひぜひ目標値をね早く作った上で、成長期は戻ってこないですし、私たちもねよくね、あと1年早く来てくれてたらって何度思うことか、できたことがたくさんあるのにっていうのは非常に思うポイントなので、今日はそんなお話をしていきたいなと思います。私ですね、小学生からオリンピック選手までアスリートの栄養サポートをしている会社をしております。そしてですね、栄養診断だったりレッスン体験会の情報は概要欄の公式 LINE から飛べるようになっているので、ぜひそちらもチェックしてみていただけたらなと思います。では早速いきましょう。このチャンネルでも身長にのトピックスについてたくさんを上げさせていただいている中で、お母さんたちからいただくお悩みとして、たくさん食べてるのにチームの中でも一番小さいって思っているお悩みだったり、もうみんなに身長を抜かされて当たり負けしてしまうんだとか、身長が原因で選考会に外れちゃったとか、大きくなりたいんだけど、まあ、なかなか結果が出ないとかね、あとは小食偏食さんでなかなか量が食べられないとか、いろんなお悩みあると思うんですよ。身長アップしたい理由って、試合で活躍したいんだ、もっと良くなりたいんだって思うがゆえに身長をねアップしたいって思ってる選手非常に多いと思うんですよね。じゃあ選手たちが身長アップした結果、じゃあ高校推薦決まりました、アンダーに選ばれました、全国大会で表彰台に選ばれましたとか、ベンチ入りだったところからチームでレギュラーに選ばれましたとか、まあ、足が速くなりましたとか、飛距離が伸びましたとか、当たり負けしなくなりましたとか、もういっぱい嬉しいお言葉をねいただくことができていて、じゃあそういう選手たち今何をしてるかですよね。どういうところに気をつけておくとこの身長をね伸ばしやすいのかっていうところなんですけれども、選手たちもったいないなと思うのが、最大値なぜ取りに行かないってめちゃめちゃ思うんですよ。皆さん遺伝の限り伸ばしたいと思いませんか。例えばですけど、身長だけじゃなくて水分不足によって筋持久力とか筋パワーとか減ってしまっていたりとか、食事によってね90分走り切れるポテンシャルを持ってるにもかかわらず栄養不足によって持久力の低下につながっちゃっていたとか、根性論で何とかしようとか、もったいない、せっかく練習頑張っているのにもかかわらずそこを取り切れていないってめちゃめちゃもったいないんですよ。もう選手たち見てて思うのが、ポテンシャルの塊なんですよね。もう本当だったらもっと 100% の力が出せるはずなのに、半分以下の力で頑張ってますみたいな、もう何とかしようとしてるみたいな、根性で何とかしてるみたいな、めちゃめちゃもったいないんですよ。身長に関しては遺伝のできる限りこの最大値取りに行ってほしいなって思ってるんですよね。ただ成長期限りありますよね。もうあと1センチがもうやっぱり人生を変えるっていう中で、もうオリンピック選手もねメダルを取るか取らないかでも人生変わりますよね。あとオリンピック選手になるかならないかでも人生が変わるように、身長も1センチあるかないかって変わる瞬間がやっぱりあるんですよね。例えばバレーボール大会における選手選考の基準においては、男子で 1.85 メートル以上、女子で 1.75 メートル以上ってもう明記されてるんですよね。最高到達点ですよね。 3.2 以上とか、女子だと 2.85 メートル以上という記載があるように、ジャンプ力が筋力においても自分の最大値ねしっかりとって、ここを到達できればこの基準を超えていくっていうところは非常に重要なポイントかなと思います。サッカーとかもね、トレセンとかもそういったところもこう身長有利に働くケースも多いんじゃないかなっていうのは選手たちを見ていて非常に感じていますね。いろんな競技あるかなと思いますが、こういったところがそれぞれの人生を変える瞬間があるんですよね。成長期にしかできないこと、ぜひ皆さんは着目してやってみてほしいと思うんですよね。じゃあどういったところに注目をしていかないといけないのか、注意しておきたいのが、なんだかいいで選んでないか、こういったところはこう身長アップ勢にとっては非常に注目したい点といいますか、いろんな商品ありますよね。それぞれの特徴がちょっと違うんですよ。入ってる成分も違うんですよね。でこれ足りてないものをうまく足さないと、なんだか過剰になってる選手もなんだかいるんですよね。それがいい悪いとかではなくて、まあ、その他商品も含めて選べているかっていうところは考え直すきっかけにしてみてもらえると非常にいいんじゃないかなと思っています。選手たちで言ったら検査してちゃんと今足りてないものを的確にピンポイントで足す、で選手たちによったらサプリメントをもし使うのであればその中でも使い分けをする、そういったところは非常に重要ポイントかなと思います。現在地が見えてない状態で一生いろんなプロテインを試していく、いろんなサプリメントを試していく、なんなら多くなってしまった、それによって足を引っ張ってしまっている状態、その1日1ヶ月がもっ
ったいないんですよね。成長期の選手にとっては1日でも早く行動してください、あと半年後ぐらいにとか、あとまあ何ヶ月かして相談行けばとか、いやもう1日でも早くですよ。できるカードは毎日毎日少なくなっていってるんですよ。それは非常にもったいない。もう私たちも心苦しいので、もう何か変えたいと思ってるのであればすぐ行動、ここが非常に重要なポイントかなと思います。でまず現状をチェックしてみてほしくて、選手たち言ったら検査もしますが、今日で言うとね、ぜひこの項目は確認してみてもらいたいポイントとして、この1ヶ月で体重がまずは増えてないんだと、そこは問題ですよね。全く変わってない、エネルギー不足の状態かもしれません。ぜひここもちょっと早くの改善が必要かもしれません。あとは成長期にもかかわらず全然身長が伸びていないんだよと、この1年間でじゃあもう5センチもいってない、2センチ3センチぐらいしか伸びてないんだ、でもチームのみんなにめちゃめちゃ抜かされていっちゃうとか、朝ごはんの準備が大変で、いやもうどうしてもパンになっちゃうんですか、もう料理どうしても苦手なんですとか、お父さんも働いてるからこそどうしてもちょっと捕食が菓子パンとか、まあ、常温で置いておけるものとかおやつになっちゃうんですとか、まあ、そういったところもありますよね。用意できない問題もいろいろあると思います。まあ、解決策はいろいろありつつも、こういった、準備の点で難しい課題を感じているっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね。いやもううちの子のためにどう何かしてあげたいんだ、思ってくださってるお母さんお父さんたちもいらっしゃると思うんですよね。何をしていけるかと言いますとですよ、男の子と女の子別々に話をしていきたいんですけれども、男の子の場合ですよね、11歳ぐらいから中2ぐらいですよね、14歳ぐらいまでがこうピークの、ね、山登りをしていくんですよ。で成長期のスパートなんですけど、山登りのタイミングと山下りのタイミングではやることが異なってくるんですよね。食事の戦略が異なってきます。でどのタイミングにいるかも重要ですし、身長を伸びるタイミングを長くしていきたいんですよね。このね、山もほぼ終わりかけのタイミングで相談に来られる方が非常に多い。山登るタイミングで来てくれたらなんせできることが多いのか、めちゃめちゃ私たちも思うわけですよ。何か改善をしたいのであれば11歳12歳13歳もう13歳でも早いですかって聞かれるんですけど、いやもうなんなら遅いんですぐらいな、もう早く改善しましょうぐらい。もう14歳超えてくるんだったら1日も早い行動がもう非常に大事です。ここはで13歳とかもう高1生とかに関しては1センチあと1ミリとか何センチ伸びるかをできるだけ伸ばすぞっていうタイミングになってきますよね。切れるカードは全部切っていこう、できることは全部していこう、もう1日でも早い行動、そういったところが非常に重要になってくるので、でも先延ばしにしない、ここはもう非常に重要なポイントかなと思います。女の子で言うと9歳ぐらいから13歳ですよね、このタイミングが非常に重要になってくるので、このあたりは着目しておいていただけるといいんじゃないかなと思います。それの前段階が非常に重要なんですよ。朝ごはんがじゃあパンで、あとおやつはお菓子で、夜ご飯ちょっとだけ食べますみたいな選手がいきなりね必要な量を取りますってなった時、食べられないんですよ。食べる習慣がないし基礎もないから、もうパニックなんですよね。順応していかないんです、頑張りきれないんですよね。それが故に、まあ、諦めちゃう。本当だったら最大値取れてめちゃめちゃポテンシャルだらけで、本当だったら伸びるはずだったのに、そのポテンシャルの基礎力が整ってないがゆえに伸ばしきれない、そういうことになってはもうそれも非常に感じる。だからこそこの基礎力、男の子だったら11歳より前ですよね、女の子だったら10歳よりも前の段階で、9歳よりも前の段階ですよ、どういった準備をできているかが非常にここは重要になってくるかなと思います。せっかく頑張ってるにもかかわらず、身長よりもそもそももうエネルギー不足とか、それによって怪我が起こってしまうとか、疲労骨折続きになっちゃうとか、いやもうめちゃめちゃ問題ありですよね。もったいないんですよ、頑張りたかったはずなのに。めちゃめちゃ気持ちわかるんですよ、スポーツもやってたし、そんな辛い思いはしたくない、もう二度としたくないと思うんですよ。もう二度としてほしくないんですよ。どうしてもねスポーツなんでコンタクトスポーツもあるだろう、そういったスポーツの人は怪我も多いだろうし、だからちょっとでも丈夫な体に私たちはなってほしいと思っていますし、身長もね皆さんのこう目標、叶えたいことができるだけ叶う限りもう最大値取ってほしいと思っているので、一日でも早い行動っていうところはまず意識してほしいポイントかなと思います。そういった上で、まあ、ここを基礎となる土台として、トレーニングだけ頑張るんじゃなくて、栄養とか睡眠とかこのバランス感も非常に重要ですね。栄養が、食事が取れないほどスケジュールが過密になってない、睡眠時間が足りないほどにトレーニングのスケジュールが過密になっていないかどうか、保護者の方に聞くはどうしてもバランス取りづらいところもあるかなと思います。身長を伸ばす上でも見直すポイントかなと思います。最強ルーティーンっていう動画も上がっていると思うので、ぜひそちらも参考にしてみていただけたらなと思います。睡眠でいうと小学生、まあ、9時間以上は取りたいですよね。そういったタイムスケジュールになっているかどうか、ここはぜひチェックしてみていただけるといいんじゃないかなと思います。どうしてもねサッカーとか練習時間が平日遅くあるがゆえに、どうしても寝る時間が遅くなってしまったりとか、食事の問題もありますよね。それであればじゃあ夕方の時間を有効活用して、お昼寝も含め補食も含め充実させていくっていうのは一つの作戦かなと思います。選手のそれぞれの状況によって送り迎えしてもらえる選手もいれば、難しい選手もいるだろうし、コンビニがあるなしとか変わってくるかなと思いますが、ぜひこのあたりトレーニングだけ頑張りすぎないはぜひ
要チェックポイントかなと思います。で選手たちでいうと受験期において睡眠とかね栄養の不足によって本当だったら伸びるはずのラインから落ちてしまってる選手いるんですよね。いやもったいない、なんか今日もったいないって言ったか、いや本当最大値を取ってほしいんですよね。受験期特にあとテスト期間とかですよね、そういったところも要注意ポイントですよね。最終的に高校推薦を取りたい、だからこそ普段からテスト勉強のマネジメントができているかってところも課題かもしれないですし、人によってね状況は違いますけれども、ただ睡眠のこうマネジメントですね、そのあたりは非常に重要なポイントかなと思います。身長アップについてはもういろんなことをいろんな角度から改善したいポイントいっぱいなんですけれども、着目してほしい点として食事もバージョンアップが必要なんですよ。偏差値がというよりは食事のバージョンアップがなされてない場合が非常に多いんですよ。でトレーニングで言っても小学生の練習方法と例えばですけど大谷選手の練習メニューって全然違うと思うんですよね。オリンピック選手のメニュー、日本代表のメニューと小学生がこなすメニューって全然違うと思うんです。それと一緒で食事のレベル感も上げていきたいんですよ、ね、もう非常にここがもったいない。でなんだか試合の食事とかなんだかかっこいいフレーズだけが出回って、ここだけをやろうとしてじゃあ結果が出ません。いやそりゃそうなんですよ。ちゃんとね階段登っていかないとここはもったいない。で1ヶ月の前と同じ食事をしていませんか、先月と同じ食事をしない、レベルアップをしていくっていう意識を持ちましょうっていうところは非常に重要かなと思います。検査できない環境の選手たちもいると思います。だからこそバージョンアップを繰り返す意識、ここは非常に重要かなと思います。先月よりも今月の目標は筋力アップをすることだから、ということは栄養素の状況を変えていこうと、それぞれに応じてちょっと目標が違うと思うのでここは異なってくるかなと思いますが、それに応じて目標に応じてなんと食事をレベルアップする意識、ここは持っていけるととってもいいんじゃないかなと思います。身長アップについては本当に後戻りできないからこそ、私たちはもういかに早く解決、私たちはもうですねあの時やっておけばよかったって思う選手が一人でも減ってほしいんですよね。できたはずなのにが非常にもったいないですよね。そこはすごく感じるからこそみんなでパフォーマンスアップしていけたらいいなと感じております。みんなどんな目標でも素晴らしいと思ってるんですよ。地方大会での念願のレギュラーになれてどう出ましたとか、それもめちゃめちゃかっこいいし素晴らしいし、それぞれの目指してた目標が叶う形でみんなの夢が叶っていくアシストができればいいなと思ってるので、ぜひ皆さんの最大値を取るためにも今日ちょっといろいろ熱くお話をしてきましたが、見返してみてもらって基本となりつつ他の動画に派生していく形かなと思います。比較的他の動画は鉄をこうしたらいいよとか、パンからご飯にしていこうとか、そういったお話になってくるかなと思うので、ぜひ今日の動画見返してみてもらって、いや改善ポイントがあればすぐに行動に移す、そういったところをしてみてもらえるといいんじゃないかなと思います。この動画がいいなと思ったらいいねだったりコメントお願いします。またですね、栄養診断だったりレッスン体験会の情報は概要欄の公式 LINE から飛べるようになっているので、そちらもチェックしてみていただけたらなと思います。2024年イベントが盛りだくさんなので、なんかリアルのイベントもぜひ開催したいと思っているので、ぜひそちらのお知らせも楽しみに、チャンネル登録しておいていただけたらなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。アスリート栄養チャンネル、北みのりでした。